皆さん、今日、二度目のライブです。はい。えー、ちょっとね、ちょっとだけ今暇できてるんですよ。はい。ちゅうてもね、あの、この後、またちょっと、モンゴル人の物語をね、えっ、ー、と、来週のゲラを、ゲラと格闘せなあかんんですけど、まあ、ちょっとだけね、えー、日曜日、日月火と東京におりましてですね、えー、帰ってきて、まあ、今久々に帰ってきて、ちょっとほっとしててね、はい。 えー、じゃあ、しばらくね、YouTube ライブやってなかったらライブやろうかーってことでライブやったら、ちょっとライブ癖がつきまして、えー、もうちょっとやったらええと思って、今日二度目のライブです。すいません。はい。えー、ちょっとぐらいまあ開けたらええのにね、そう思うんですけどね、はい。 えー、いやいや、もう、ちゃちゃっと済ますことは済ませ。いや、ほんの,の別に済まさんでもいいんですけどね。はい。やらなあかんことではないんですけど、はい。まあ、ちょっと面白いニュースがありましてね。まあせっかくやから伝えとこうと思いまして。えー、ちょっと若干フライングなんですけど、フライングというのはですね、えー、明日発売の週刊文春なんですよ。はい。明日発売の週刊文春に、おちょちょちょっと、おー、というね。まあちょっと、おもろいニュースがありまして。えー、これをですね、えー、文芸春秋社には内緒で、 ポロッとさっき言うたろうって。これは言うたら怒られるんですけどね。はい。文集3個目、寛人。あの、大丈夫。あの、売り上げに、明日の週刊文集の売り上げに貢献するように喋りますからね。はい。OK。はい。OK って勝手に自分で大きく言うと分かるんですけどね。はい。まあそんなわけで、どんなニュースかと言いますとね、えー、これ実は明日発売の文集なんですが、明日発売の文集ね。まず見修しえー、松本人志、5.5億円裁判。 英子さん出廷妨害工作を告発する。これすごいよね。これが見出しですよ。松本人志5.5億円裁判。英、え、子、ー、さん出廷、出廷っていうのは法廷に出て証言することだよね。英、え、子、ー、さん出廷妨害工作を告発する。ええー、なんかこう、英、え、子、ー、さんを証言台に立たせないような妨害工作が今行われてるらしいと。これを告発するということで、まあそういう見出しです。 見出しね、で、えー、ちょっと見出しのね、えー、リードの文を書いてます。ちょっとリードの文を読みますね。はい。昨年、松本との、これ松本って松本哲夫さんですね。昨年、松本との恐怖の一夜を彰子、彰子っていうのは紹介文集です。彰子に明かし、法廷に立すと明言する、法廷に立すと明言してるらしい。法廷に立つと明言する英子さんは、この半年間、様々な嫌がらせを受けてきた。えー、今年2月には、 松本の代理人弁護士が、英子さんの知人男性を訪ね、彼女を出廷しないようにしてほしいと要請。さらに、英子さんは、怪しい男たちにつけられているんですと訴える。取材班が尾行する男たちを応答と,というふうな、まあこれがリードですわ。はい。いやいや、これね、 これすごいでしょこのリードはね。はい。えー、一体何があったのかと。えー、英子さんはですね、怪しい男たちにつけられているんですと訴えると。で、そこで取材班、まあ、週刊文春ですね。週刊文春の取材班が、それを、英子さんを尾行する男たちを追ってるんです。つまり、これはすごいよね。英子さんがいますね。で、えー、まあ、これ英子さんね。はい。あ,あんま映ったからな、これね。まあ、英子さん。で、これを、こう、怪しい男たちが尾行してる。 英子さん、え、これ英子さんね。英子さんはずーっと尾行してる。その後ろに、その後ろに、手画に本しからがでけえな。はい。まあこれは尾行してるわけ。尾行してる英子さん尾行してる。その後ろをまた、週刊文春を追いかけるというね。もうね、スパイ映画みたいですね。はい。これすごいよね。もうこうなったら、もう文春読みたくなるでしょう。はい。えー、い明日発売の文春読んでください。はい、バイバイ。 と言うたら、さすがにね、この動画を見てると怒られます。もうちょっと言わんかいと。もうちょっと言わんかいということなんでね。はい。それでは、もうちょっとだけ、えー、百田直樹、真偽わかるものに煽り直ってる。いやいや、私は真偽わかりませんよ。ただ、文集の記事を紹介してるだけですからね。はい。うん。ええー、それでは、まあちょっと記事を読みましょうかね。はい。これ結構面白いやん。はい。ええー、あんまり読んで怒られるからね。あのー、 ええー、あ、こどこやか、どこまでゃないかな。はい、まあ、ちょっとだけなんでもいいの。えー、2月29日午後2時、2月、もうだいぶ古いね。もう今から4ヶ月前や。あ、5ヶ月前かな。はい。えー、東京タワーが一望できる高層オフィスタワーに一人の男性が姿を見せた。もういきなりなんか駆け出しからなんかもう、えー、ミステリー小説の冒頭みたいね、2月29日午後2時半、東京タワーが一望できる高層オフィスタワーに一人の男性が姿を見せた。 エントランスゲートを通過し、上,昇上,上,上層階域のエレベーターに乗り込んだのは、八重洲総合法律事務所代表である田代正弘弁護士である。うん。目下お笑いコンビダウンタウンの松本人志が文芸春秋などを相手に取って起こした5億5千万円の損害賠償などを求める名誉毀損訴訟の代理人を務めていると。はい。えー、X さんと二人きりで会いたいんですと。えー、というような。 いきなり言葉が出た。X さん。さあ、X さんとは誰かということです。はい。X さんは誰か。えー、その数日前、田地弁護士は同オフィスに勤務する X 氏に面談を求めていた。すごいね。あの、東京タワーを一望できる高層オフィスに、まあ、X さんを勤めているわけな。えー、そのオフィスに勤める X 氏に面談を求めていたと。えー、この日、X 氏と顔を合わせた田地弁護士は松本の裁判に触れ、こう切り出した。 どう切り出したやろ興味あるねはいこのままの裁判の状況だと松本さんは A 子個,個人を訴えることになりますよとそこで X さんに相談ですとなんとか A 子を説得して証人として出廷しないようにしてほしいのですと X さんは何の関係あるのか分かりませんこれちょっとね、まあ、今のところははい。 裁判の争点となっている昨年12月27日の発売後の少子記事で、少子の記事、まあ文芸主の記事で、えー、文集の記事ですね。で、A 子さんは松本から受けた性的行為を告発。えー、X 氏は A 子さんと親交の深い男性である。うん、親交が深い。うん、どういう関係かわかりません。はい、えー。この日、田代弁護士の口から飛び出したのは、 驚くべき策略の一端だったおーも,うもうあれやね次もうページターナー言えてねあの次どうなんねえてミステリーやったらねもう次知りたいもうペあの本を置くてあたわずページを置くてあたわずっちゅうそういう手法ですねはいえー、まあテレビでもねさあこの後は CM ですわあーいうやつですねはいえー、この後どうなのかとはい えーまあ、まあこれをね、まあ、全部読んでしたらさずに送られるんでねあので実はですねまあ今の記事で分かりますように、えーえー、松本人志がの弁護士は X 氏の勤めてる場所まで分かってるもち,もちろん名前も分かってるでこの X 氏が A 子さんと親しいということまで分かってるということは松本人志が松本人志さんがあの弁護士は A 子さんの 正体も全部分かってるということなんですよ。あの、よく松本人志さんがはですね、あの、ええー、まあ、その最初の12月にあった記事、これが、まあ、問題となって訴訟してるんですが、この、この時にディレクター A 子さんと B 子さんですかね。あの、まあ、B 子さん別の日だったかな。とにかく A 子さんが中心だったかな。で、この、ええー、後ろん B 子さんも出てたかな。で、この A 子さん、B 子さんの、ええー、いわゆる素性を明らかにしようと。 えー、個人を特定しろと。えー、これ一体誰やねんと。これ、この名前を明かせということをずーっと言うてますよね。今もまだ言うてると思いますが。でも、不思議なんですよ。えー、松、ま、本人志さん側の弁護士は、もうすでに、その英子さんの素性、本名を、どうも、もう掴んでるんですよね。えー、じゃあ、掴んでて、掴んでて、あのー、なぜ、 名前を明かせということなんですけど、はいまあ、ここはね、いろいろ文春は推理してます何でかね、はい、さてそこでですね、まあ、ちょっとあの記事を全,全文紹介するわけにいかないんですけど、えー、要するにねちょ,、まあ、ちょっとカットしますとね A、まあ、子さんはですね、あのいわゆるまあ、ま告、あ、発半年前に告発してからですね A、まあ、子さんの身辺にはさまざまな変化があったというふうに書かれてますね。はい ええー、まあ SNS ではですね、まあもう、えー、まあ英子さんに対する批判がもういっぱい書かれてます。はい。えー、これは巨言だろうと。えー、猛言だろうと。はい。えー、まあそ、うまあ一種のもう人格攻撃ですね。で、さらに、金目当てかと。はい。 えー、金目当たかというふうに、まあ、散々パラ、まあ、いろんな、まあ、もんが、まあ、まいろいろ飛び込んでくるわけですね。まあ、もちろん、英子さんのツイッターというよりも、英子、ツイッター上で英子さんの悪口が書かれてるんでしょうね。はい。まあ、これが実際事実なのかどうかは、ほら、わかりません。はい。で、さて、そうこうするうちですね、実生活でもですね、英子さん、ちょっと異変を感じるようになったんですよ。はい。え、なんでその異変というのは何かというとですね、 周辺をどうも誰かが自分を見張ってるということに気がつくんですよ。はい、まあその具体的なことがいっぱい書いてます。例えば、えー、このモールでこの証言だけちょてもある日私は友人と二人で新宿のカラオケボックスに来ていました。夜九時半 L 字型のソファーで会話していたところドアの左上でコツンという音がしたので。 えー、目を向けると一眼レフの黒い影が見えたのあのドアがパッと開いてる、ね、パッと見たらカメラがパッと見えたはい、えー、その後人影とともに、えー、スッとサッと消えていったとレンズと目があったことに驚き私は恐怖で固まってしまったつまりこの写真を撮るためにこう,こうド,アをドアを開いてドアの隙間からカメラがあっちあっちっちっ そうもうまあ、カメラが撮れたかどうか知りませんけどカメラとメレンズが目がレンズと目があったっていうんですね今日出で来る、えー、この時期から、えー、この頃からですね自宅前に停車する地方ナンバーの車を見か,ける見かけるようになったとはい、えー、まあその自宅前にですねちょっと東京都内の番号じゃない地方の番号があいろいろこう見えてるということなんですよ。 はい。それでですね、まあそういうのがずっと続いて、ええー、まあ3月に入ってからですね、英子さんは週刊文春に相談した。どうも、私、なんか見やられてる感じがする。えー、ちょっとこれどう、どうしましょうって週刊文春に相談した。そうするとね、週刊文春が早速、ええー、彼女英子さんの自宅周辺を今度監視した。これ面白いでしょ えー、英子さんが誰かに監視されてる。それを、えー、週刊文春がそれをまた監視するということだったんですね。はい。で、えー、これでですね、えー、その後、えー、外出する際には連絡を受け、つまり、私今からどこか出ます、言ったら、わ、わかりました、と、まあ、そのまあ、文春が、その、文春もね、やっぱり、 えー、時間がありますからね。あ時間がそう無理無、無理やり人も時間を余ってるわけないから、やっぱり英子さんが動くときにやっぱり動く,動くわけですね。で、えーまあ、そのときにその連絡ボケですね。身辺に不審者がいないかとか、えー、随時確認すると。で、4ヶ月にわたる取材。だからね、4ヶ月間、こう A 子さんを見張ってる者がいないかということを見張ってたんですよね。はい。えー、そうすると、 記事掲載後の早い段階で自宅が特定されだからこれ記事掲載は12月27日ですねだからそっから割合早くですねもう A 子さんの自宅がもう特定されてることが分かったんですよで、えー、その後も、えー、探偵業者あの要は私立探偵とかありますね更新所とか探偵私立探偵、えー、まあミステリー小説の探偵とは違いますよまあいろんなこう,こうまあ 身辺調査とか浮気調査とかそういうやる探偵ですね、えー、その探偵業者による美行がついていたとずっとだから美行ついてたんですよ英子さんをずっと美行してるやつがおったとはい。で、そして、えー、6月5日ついに英子さんを取り巻く黒い影の正体をつかんだとはい。文集がとうとうつかんだ えー、この夜の夕方東京都内にある彼女の自宅,自宅前には地方ナンバーの小型車が止まっていたと車内でのる男2人はエントランスを行使しているそして夕方6時半を過ぎ事態が動いた、えー、A 子さんが自宅を出て歩き始めると車内から忙しく一、えー、人の男が飛び出し5メートル後方から彼女をつけていく え帽子にリュックを背負い全身黒ずくめの男は左手に携帯電話を持ち緊張感をたらわした表情で20分以上に渡り尾行を続けた、えー、その間もう一人の男が運転する小型車は発進と停止を繰り返しながら彼女を尾行追尾するおもろいね英子さ坂く歩いてるそれをだいたい何メートル離れてる ?5 メートルか、えー、5メートル後ろからリュック男がツーッと歩いてるでそれ後ろ車が ビュッとこうね、えー、動いてるとで、えー文春の記者「文春の記者はどこの音か分かんけどそれを文春の記者がずーっと見張っとった」ようんですねはい、えー「この日英子さんは知人男性らとの会,会食の予定が入っていた彼女が繁華街の雑居ビルのエレベーターに乗り込むと男は階段を目視しまた携帯電話を目を落とす行き先がはっきりしたことで男2人は安堵したように笑顔を見せたと」とはい。 えー、それから約2時間後、A 子さんが退店すると、店から出るとですね、一人の男が再び公開し、自宅近所に、自宅近所に先回りし、帰宅するシーンを動画で撮影すると。だからもう、あ家帰ろうなと、店でええたなということで、ばーって今度は先回りして、自宅の前におって、えーか、帰ってくる彼女を動画で撮ってたんですね。えー、一方、もう一人の男は、時間差で退店した男性2人を、えー、車内から動画で撮影してた。つまりそのお店から え、ディレクターとの、また別の男ですね。それを社内から撮影していたということですね。すごいよね。なかなかね、週刊誌の記者も大変ですよね。うーん。 えー、その後取材班は探偵協会の関係者などへの周辺取材を重ねたまあここでおそらくあの車のナンバーとかわかるんでその車の所有者とかまあ陸運局に登用したかどうかわかりませんけどまあいろんな地点があっておそらくこの車の所有から、えー、この探偵事務所を割り出したんでしょうねこれは細かくは記事にはそのことは書いてませんけどねはい。 えー、そして約1週間が経つ頃、男2人が関東一円に拠点を据える探偵業者 Y に所属していることが判明と、えー。浮気調査、不倫調査の専門サイトを運営する Y 社のホームページには次のような記述があると。浮気調査はプロの探偵に全てお任せ,お任せくださいと。だから、まあ、浮気調査が一番メインの探偵事務所なんですね。はいえー、そこで、えー その,その探偵業者が追いかけ取ったということなんですよ。ほんでまあ以下ね、以下ずっとその、今度は、えー、その,あの、探偵業者一つじゃなかったんですよ。複数あったんですよ。で、この、えー、探偵業者と文春がこの接触して、で、文春がですね、探偵業者に聞いてるわけですよ。あんたら誰に頼まれたんやってね。 ややっっぱぱりり言わへんんねやっぱね主もあるんで言って、ねはいえー、しかしながらまああのー、文春は食い下がってですねどうもそれがうんまあこれ勝手と言い切れんのですけどもえー、あこれねここ面白いからちょっと読むわあのねまた別な業者があってね別な業者がですね、えー、神奈川県に拠点を置く探偵業者ッ Z であることが判明したと。 えー、得体の知れない男性からの付きまという行為は何て言ったらいいのかものすごい恐怖ですと私は彼らの顔を見て少しおか,、えー、おかしなことに少しだけ不安が、えー、取れたとそれほど極限状態に達していたと実験しましたと英子さんは言うんですがつまりねどこの誰かわからない人物に付きまとされてものすごく怖かったとっいうんですよ誰も怖いんですよねで逆にねえこの顔写真見てこいつがつけてましたやったらだから逆にね 逆にホッとし全然顔を見ても別にねなんか安心するわけないんですけどなんか逆にほっとしたほなまあだからまあ追い込まれたらそういう心理なのかなっていう感じがちきしますねでさあこっからがちょっとおもろいですよえー、探偵業者はいつ誰からどのような調査を依頼されたのかと聞いてるんですけど、えー、取材班は探偵業者 Y の担当者を直撃した先の先の探偵でね最初の探偵業者 Y6 月5日 A 子さんを尾行してましたかって言ったら。 えー、案件の内容については、周辺偏見があるので、答えません。えー、誰からの依頼か。そこはちょっとお答えできないです。えー、この担当者に、松本や吉本公業を、田代弁護士について尋ねると、ねみみミねミみミミミといった表情で、初めて知ったと目を向いた。これがね、芝居なのか本当なのか分からないけど、どうもね、どうもその後の記事見てるとね、どうも本当に知らんかったようです。つまり、 えーとまあ、どのような依頼な容だったのかと聞かれたときに、その女性がどんな人間なのかという話で、そこを調査としてやってくれということだったんですよ。どういう背景があるかとは、そういうことは全く存じ上げなかったと。そこを調査とは彼女が不倫しているとかと、まあ、ごめん、出た。文集が聞いたら、いや、接触者の,接触者の確認みたいな話だった。つまり、A 子さんが誰と接触しているのかということを調べてくれということですね。 えー、この探偵業者 Y は、えー、その発注元が松本人志なのか松本人志側の弁護士なのか、えー、そして吉本興業なのかこれ一切一切知らなかったんですよ。 に頼んでるといいう可能性が高でですねで実際ね探偵っいうのはね結構下請け孫請けあ元請け下請けとか孫請けとかあるらしいですよ、えー、大きな探偵事務所が受けましてそれを別なあ下請けの業者に頼むということが結構あるらしいんですよねでどうもその Y というのはだから下請けの可能性が高いんですねだから、y、は、えーその えー、文春の『週刊文春』の渦中にあるその英子さんということを知らないで、まあ、とにかくこの女の子を調べてくれということで、まあ、調べてたということなんですね。じゃあこの女の子はどうやってこの女の子の、えー、がこの英子さんということが分かったのかということなのが、まあ、これは謎ですからほ、まあ、他にもね結構今回の『週刊文春』はねいろいろ書いてます。でまたね、まあ、これ言うても変えんかな あのね、ある女性週刊誌の元編集長というのが、まあ、新たな登場人物として出て,くる出てくるんですよ。で、この新たな登場人物がですね、その、えー、英子さんの友人であるその X さんに、まあ、接触してですね、これ言うてええかな微妙やな。まあ、ええか。ええやろ。ええやろ。えっ、ー、と、もし、 英子さんが出廷しなかったら5,000万でも1億でも渡せますよというようなことを言うてるんですよ。えいやほんこれがねまあある女性週刊誌の元編集長なんですよね。変でしょうはい。 あのまあ、これが事実かどうか知りませんが週刊文春の記事を私は言うてるだけですからね。で、さらにですね、えーまあ、冒頭にありましたように、その弁護士がですね、松本人氏側の弁護士が、えー、この X さんに, X さんにね、あのー、なんとか、えー、彼女を証言台に立たせないようにしてくれと、そ、えと、ー、は断ったんですよね、まあ、記事によると。 そうするとですね、あの、X さんと A 子さんの不倫記事が、某女性週刊誌から出ますよ。みたことな私やったらそれ止められますよ。<laughs> これも、もうね、ものすごい、もう法廷がありますね。法廷の、 法廷の外以外、まあ、法廷の水面下ですね。まあ、もういろんなことが、ね、いろんな人物が動いてですね。まあ、探偵は出てくるわ。あの某女性週刊誌の元編集長が出てくるわ。えー、なんや、そこね、その弁護士は絡むわ。すごい、すごい内容なんですよ。なかなか。ほんでね。 あのまあ、これは大体これはもう証拠も何もない話ですが弁護士がですね、えー、探偵を雇っていろいろ動くのはですね、えーまあ、おもんないバイバイあ,ありがとう買ってください、はい、バイバイ,バイバイしてください。はい、あのこれはね依頼主の 依頼主の了解を得ないであることはまずないといとう話があります、はいまあ、これはまあ例外もあると思うんですけど一般的にはえー、あのそういうまあ英子さんの身辺調査をですね探偵を使ってやってるっていうのはこれはまあ普通は弁護士が依頼者に内緒で独自にやることはまずないだろうというような話です。 はい。まあ、これはあくまで一般論です。えー、ですから、まあ、あの、一般論に従うと、えー、この、英子さんの身辺調査を松本人志は、えー、知ってるということになるんですが、これはわかりません。はい。えー、もしかしたら、松本人志は全くそういうことを知らないで、えー、弁護士が独自にやってるという可能性もあります。はい。まあ、いずれにしてもですね、 まあ、私が今ちょっと「まあ、週刊文春」のね明日発売の「週刊文春」の記事をですね、まあ、いくつかだけ言いまして言う,言うたんでちょっとまあ紹介したんですがまあね結構ねえー、読んでたら「おっとっとっと」っとっと,っというようなまあこれはねまあもちろん、えー、あくまで私が紹介したのは記事の記事を紹介なんで、えー、これが果たして真実であるかっていうのはまだ分かりません。はい、ただね、まあ、登場人物が次々出てくるんで。 あの、はあ法廷以外でもまたこういうこうなんていうかドロドロした人気、まあ、略戦いみたいなもんがやっぱりあるんだよなあと思ってね裁判にはねはいあのね実はね裁判というのはね民事裁判で今ね私も民事裁判何でもやりましたけどねまあ私の場合はどうかわからへんけど 私はまあある裁判でねまあ名誉損でちょっとまあ負けた裁判があるんですけどでこれね証人が出てくれたらね勝った可能性が非常に高いんですよところがですね証人がね軒並みねとんずらしやがってね勝つこわあれうんまあだからね まあ、工作があったかどうかこれ、わかりませんけどね。はい。あの、まあ、私、今の、今私の場合ね。はい。でも、もしかしたら、まあ、全員がどうかわかりませんけど、まあ、いくらかはね、まあ、工作とは、まあ、では、まあ、考えたくないけど、あのね、多分ね、まあ、これ、テレビ局関係なんですよ。この裁判はね。で、テレビ局関係でね、やっぱりね、テレビ局のね、上の方から、 お前やめとけとやめとけもうややこしくこて関わるなやめとけというふうに圧力かかったと私は見てます私は思ってますはいえー、ですからねまあ少年もいくつか出てくれたんですけど何人かねところがねテレビ局関係はねみんな逃げましたはいもう、まあ、腹立つは今でも思い出す腹立つけどねはいうん だからね、もう民事裁判っていうのはね証言者を止められたらねまあ勝てないんですよしょはいまあそんなわけでね、えー、ですからあのー、まあこれ、まあ、文春の記事がまあほんまか嘘かっていうのは私はも,うもちろん分かりませんけどまあ結構可能性はあるなと思ってます。つまりこの栄さんを証言台に立たせ、 なければですね。えー、まあ、裁判の受けは相当松本人志側には有利には働くでしょうね。はいですから。まあその松本人志側ですね。まあ、番外作戦という言い方法廷外作戦というかま何、あ、か分かりませんけど。まあ a 子さんにですね。何らかのプレッシャーをかける。あるいは a 子さんの友人の x さんからを通してですね。まあ、a 子さんを法廷に立たせない工作を。 したうん、可能性はははななないいとと言えないなと私は思ってます、まあもちろんねこの「文春の記事」を一方的に、えー、信じるはことは、まあまあ、なかなかできないんですけど、まあ、いろいろこう状況証拠からですね、まあ、その可能性は、まあ、ゼロではないなという感じはしますね。うんまあ、結構生々しい証言なんですよ。 5,000万でも1億でも渡せますよみたいなね発言。えーで まあここにはね、おそらく、週刊文春もですね、まあ、同じ出版社の同業者ということがあって、その女性週刊誌の名前は書いてません。まあまあ、読んでるとわかるんですけどね、そうやって元編集長の名前は書いてません。はい。しかしながら、あー文春はその元編集長が誰であるかっていうのは、もう個人はおそらく特定できてます。特定してます。で、そうなってくるとですね、えー、5000万でも1億でも渡せますよ、というのはですね、 うんこれはかなり信憑性が高いなと。うん。で、また彼は一体どういうコレクションからそういうような話をまだ代弁者として言うたのかっていうのも非常に気になるところではありますけどね。はい。まあまあそんなわけで、あのー、気になるなと、もっと知りたいという方はですね、えー、明日の、えー、週刊文春、明日発売の週刊文春をお読みください。 はいまあ、今晩あたり、もう東京では出るかもしれませんけど、ね、なから今週の週刊文春はね、面白い記事、よくありますよあの、えー、右隣がですね、ド、ま、ともとひとしさんの記事ですけど左隣はですね、小池百合子、実の兄が3歳上らしいですよ、実の兄がヤクザ相手に7.5億円、中東、まあ中あああ、アラブのあすね、中東投資。